平野紫耀の SNS、大量にどうぞ、シリーズ、神宮寺勇太たとのラストショットでファンに感謝のメッセージ。平野紫耀二十26、が自身のインスタグラムで飛べ所属の神宮寺勇太た、25、とのツーショットを公開し、長い、大量にどうぞ、シリーズに別れを告げた。平野は赤いジャケットと革パン、神宮寺はオーバーサイズのスーツで決めた写真を投稿し、 撮影楽しかったなと振り返った。平野紫洋が13日自身のインスタグラムで大量にどうぞシリーズのラストショットを公開しファンに感謝の気持ちを伝えた。戸部所属の神宮寺勇太との2ショットを公開したこの投稿は多くのファンの興味を引き盛んな議論を呼んでいる。8日から始まった。 大量にどうぞ。シリーズは、平野の仕様の多様なスタイルや表情を披露するものであり、彼のファンたちにとっては喜ばしい特典となっていた。赤いジャケットと革パン、オーバーサイズのスーツなど、彼の抜群のスタイリングセンスも注目されている。平野は、あっとコトリー川島さん、ありがとうございました。また撮ってください。 と、このシリーズの撮影を手掛けた川島小鳥氏に感謝の意を表明した。彼のポストには、ラストがジン君と一緒というのが最高です。二人とも顔が小さすぎる、といったファンからのコメントが多数寄せられている。さらに、ジグヒラしか勝たん。神君、カたん苦手な分類の仕様君のシーンを思い出しちゃった。二人一緒の写真どうもありがとうございます。 今日もお二人からエネルギーチャージさせていただきました、といったコメントも見られる。平野紫洋と神宮寺ゆうの組み合わせは多くのファンにとっては特別なものであるようだ。大量に、どうぞシリーズのラストショットは平野の可愛らしい魅力と神宮寺のカリスマ性が見事に融合した写真となっており彼らの友情と共演の素晴らしい瞬間を切り取っている。今回の投稿は、 彼らのファンたちにとっては何か特別な思い出となるだろう。平野仕様のインスタグラムでの大量にどうぞシリーズのラストショットは彼のファンたちにとっては感動的な瞬間であるとともに彼と神宮寺勇太の友情が示された特別なものでもあった。この投稿は彼らのファンコミュニティに温かいエネルギーをもたらし長く愛されることだろう。 今後の平野仕用の活動にも、ますます注目が集まることが予想される。